こんにちは、アシュです。今回もみんなで空気読みファイナルシーズンやっていこうかなと思います。前回やって、前回の続きからだね。これ確かね、100問ぐらいあるんだよね。で、前回50問ぐらいやったのかな。なんで、わ、いいね。第55問。いや、さあ、空気読みますよ、私。うわ、私だ。亀さんはノロマだな。なんか腹立つな、このウサギ。腹立つな。俺とやる気か。私は？うわ、私もやる気じゃん。どういうこと？あ、間違えた、後ろ投げないで、やミスった。ちょ待って、これやり直そう。ちょやだよ、今で私すごい急いでんだよね。なんでかっていうと、今月中に実写出さないといけなくて、今3月30で、今日と明日しか今月ってないんですよ。いやもうあれだよ、夏休みラスト2日、もう勉強あと4教科終わってないみたいな感じだね。まだ2日もあるた、あると考えるか、もう2日しかないと考えるか、この二択だよね。ちなみに私はまだ二日もあるとは考えてない。もう二日しかない、もうやばすぎ。今日の動画このね、当てるよ。おら、いや違う。みんな、このウサギチーター説出てきた。何回かやり直してんだけど当たんないんだよね、このウサギに。私にしか当たんなくて、どうやって当てるんだろうこれ。あいつが下がった時やろう。いや違う、まだ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 、下がれ下がれ、ここ。よっしゃ、チーター倒した、オッケー、イエイ、オッケー、カメさん。さあ、途中経過、あの時はしょうもない。今日めっちゃ急いでるからね。うわ、またあいつ出てきやがったし。さあ、56問。お、シゲの五郎の背番号ね。5と6で五郎で56なんだよ。ん、なんだ、あ、ずらしてあげる。うわ、私優しい。で、ずらしてくれた俺に食っちゃうとね。すまんね。あ、でも、ああ、食えるわ。いや、でもこれあれだよね。本気で空気読もうと思うと全然読めちゃうもんね。私も今1個しか取ってないからね。いっぱい取ったかのように見え捨てて。1個しか、うわぁ、ブッ、思ったより登場するの遅かった。うわ、長って、アンガールズ田中説。長って。さあ、ご自身もやべえ、急いでる私。あ、私短っ、どうすんのこれ。あ、伸びるんだ。なんかこういうチュッパチャップスみたいななかったっけ。おかしい。あ、いいんじゃない。うわ、すげえ、アンガールズ田中めっちゃ出てくんじゃん。さあ、59問。なんかね、さっき私ね、お、あれじゃん、私んちのお父さんじゃん。お、普通にこれつけばいいじゃん。なんかさっきね、ツイッターでね、わかんないとこあったんだよね、動画実写で。で、みんな教えてって言ったら、みんな教えてくれたね。ありがとうございます、優しいと思って。だからこの動画撮り終わった後、私実写撮るね。なんだこれ、ん、あ、私昔ね、ブランコ一人でできなかったね。ただ今ならね、もう全然できちゃうね。あ、これ私ね、一回転できた人見たことあるね。いや、私も一回転やろうと思うんだけど、どうしても怖くてできなくなっちゃったね。わあ、すげえ、あれじゃん、アンガールズ田中の手いっぱい出てきてた。いやー、今日この動画撮り終わったら実写撮って、終わったらツイッターでツイートします。ん、なんだ、あ、彼氏ね。あー、でお前ね、あー、どうしよう、か弱いパンチと見せかけてサオリンパンチと。で、私この今日すごい有名な人の名前使いすぎて怒られそうだ、ごめんなさい、ごめんなサオリン、ごめんなさい。私は悪くないけど仕方な、読めなかった、謝ればいいのかな。終身。さあ、66問。なんで今日ね、動画出して、また遭難しました。あ、すげえ、ベテランなんだね。あ、これ前ビンタしたわ。で、なんか違うよって。え？見わかんねえ。あー！いっけねえ！漏れる！え？あ、え、お付き合い鳥なの？普通にすればいいんじゃない？ねえ。え、鳥ってそういうの気にしないよね、別に。もう、ワールドタッチションだもんね。何これ。なんで私、今日この動画撮ったら実写撮って、お、私お誕生日だ。ケーキが食べたい。あ、食べたいか。だって、あ、いいよ。あ、やべ、ミスった！これ、あ、でもこれ誕生日のとこ切っちゃダメと思ったけど、真ん中に焦点ある時点で、誕生日のとこ切っちゃうよね。お、マイボトルを買いました。いいね。やっぱこういうの1個あるといいよね。あ、水泥棒みたいだね。
で、こう私が譲ると、いいよ、私んちのお父さん。うわ、すごい、なんか普通にほのぼのしかったね。お、花火を打ち上げるぞ。花火はタイミングが命。今日は楽しかったね。ん？あ、いいのこれ。あのさ、お、すごいね、これなんかこのドーンの文字、ジョジョみたいじゃない？わかる？ジョジョもこんな感じだよね。あ、ごめん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 。僕と結婚してください。返事は？返事は？返事は？オッケー。おお、いいね、これ。え、なんで私が花火打ち上げればよかったの？で、よくわかんないこれ。たまにね、よくわかんない。普通にちゃんとやってよくわかんない問題あるもん。お、なにこれ、お前踏むなよ。ん？なこれ。あ、上でチューしてるんだ。うぅだから背伸び。うぅ熱いぜ。ロマンティックが止まらない。なんだ、ロマンスが止まらない。あ、読めてるっぽい、やっぱ私。ん？うわぁ、なんだこいつ。これは？うわぁ、なんだこいつ。一番右どうせおじさんとかでしょ、私んちの。本当にそうだった。もう分かってるんだよな、このゲーム。私、私んち攻略 TV とかしてきた。もう大体傾向と対策つかんで、はい、93問。お、来た、脳を鍛えろ。通過したものは何でしょう。英語で答えてね。だって、うわ、英検3級じゃん。アップル。ん？アップルだから右じゃない？そうだよね。チェリー？あ、右だね。普通のなんか学力問題出てきた。おぉ、おぉ、おぉ、うぉ、イエー、グエ、おぉ、うぉ、ヒュー、ヒュー、ヒュー。あ、あ、あ、優しい。どうも、すまそん。おい、ちゃ。はい。いや、なんで座んないの？え、なんで、あ、オッケー、座れた。優しいね。こういう、世の中。サメさん、ラスト100問目、今日これやっております。どんな問題でもいいよ。お、え、こんなん簡単だよ、私クラスになると。いいよ、座って。お、え、なに、あ、立派に育ったわねみたいな、なにその意味深い。あなた、これが最後、家族との友情なんだね。これを現実でしなさいみたいな感じか。なんかあるかな、100問目終わったから。あ、来ました。え、すごくない？私、洞察限界突破したんだけど。100いって、あ、私んちのお父さん。普通が空気に読める、起点が効く、シュウ君、アッシー君って誰？